皆さん、こんにちは。食べることは生きること、笑うことは満たすこと、食育プロデューサー、中村しおりです。皆様にお聞きいただいているスカイウェーブ FM。こちらは千葉市で初となるコミュニティ FM で、2011年の東日本大震災をきっかけに、いち早く災害情報を伝えることを目的として、千葉市と防災協定を結び、2021年に開局いたしました。有事の際は、災害情報を第一優先で皆様にお伝えいたします。災害が起こった時、一人でも多くの人に聞いていただけるよう、歌手やタレント、俳優、声優など様々なジャンルの番組発信をしていらっしゃいます。お聞きの番組、中村しおりの食育防災ラジオは、そんなスカイウェーブ FM さんの思いとともに、食育と防災をテーマに、美味しく楽しく備える情報をこちらの京成ローザスタジオからお届けいたします。ということで、今週も始まりました。中村しおりの食育防災ラジオ、いつもお聞きくださりありがとうございます。今日はですね、収録してるんですけれども、もう今日から春休みなのかな？なんか外にね、可愛い天使や、妖精たちがいっぱいいますけれども、なんかね、嬉しいですね。こうやって人がいっぱいいてね、手振ってくれたりすると嬉しいなって思います。皆さんね、どんなお休みお過ごしでしょうか。さあ、今日は4月8日ということで、4月8日の食べ物記念日についてお話ししていきたいと思います。もうね、私ね、ちょっとびっくりしたんですけど、4月8日ってね、めちゃくちゃいっぱい記念日があったんですよ。なんですけど、その中で一番目を引いたのが、私の大好きなすき焼きの日。なんと4月8日はすき焼きの日だそうです。皆さん、すき焼きって、なんか大好きですよね。なんでこの日かっていうと、お祝い事や家族の集まりにぴったりのすき焼きっていうのの美味しさをより多くの人に知ってもらいたいっていうことで、この日になりました。なぜ4月になったかっていうと、卒業や入学、就職などのお祝い事が4月に多いことと、すき焼きの語呂合わせ。うん。すき焼きほう、4と 8？ 合うかなでもね、なんかそれで作ったそうです。ということで、まあね、皆さんすき焼きの定番具材としたらどんなもの入れますか？野菜だと白菜とか長ネギ、椎茸、春菊、水菜とかね。あとは、お肉。皆さんのお家何肉使いますか？なんか牛肉。まあ、ベーシックは牛肉ですよね。でも豚肉とか鶏肉もね、美味しいですし、牛肉はバラ肉とかリブロースとか肩肉とか肩ロースとか、結構いろんな部位を入れたりする方もいらっしゃるし、牛肉以外を使う地方もあるっていうことで、ご当地すき焼きとかもあるそうなんです。で、その他には、えのきやエリンギ、白滝や焼き豆腐、ね、いろいろね、具が入ってて楽しめるすき焼きなんですけれども、実は関東風と関西風に分けられているっていうことなんです。関東風は煮るすき焼き。そして関西風は焼くすき焼きがあって、これらは調味料を加える順番が違うんですね。関東風だと砂糖やみりん、醤油などで割り下を作って沸騰させて、そこに肉や野菜などの具材を入れて火を通すもの。どうですか？これで食べてました？ね、実は鹿児島もこれで食べてたんですよね。一方、関西風っていうのは、肉を焼いて、そこに砂糖や醤油で味をつけて、野菜などの具材を入れ、水分がなくなってきたら水や調味料を入れて調整していくというもの。確かにね、私京都行った時に、お肉を焼いて、ザラメとかを入れてね、焼いてたような気がする。だからね、関東風、関西風で違うんですね。で、実は全国でもご当地すき焼きって違って、北海道や新潟では豚すきなんですって。でね、群馬はすき焼き食材自給率 100% を誇ってるそうなので、なんと群馬はすき焼き応援県として全国に発信してるんですってね。すごいですね。で、もうブランド牛、地元のブランド牛やこんにゃく、下仁田ネギ、生椎茸、とにかく地元の食材を使ったすき焼きを提供するお店がいっぱいあるそうです。うわ、最高ですね。ちょっとこの話まだまだしたいんですけど、もうちょっとしていいですか？愛知とかね、滋賀とか奈良ではね、名古屋コーチンを使った鶏すきを引きずりと呼んでいる鶏のすき焼きがあるそうなんです。他にも、一般的には牛肉を使うんだけれども、関西風だと魚すきやカニすきとかも海鮮すき焼きもあるそうです。これ美味しそうですね。で、なんかね、すき焼き変わり種具材っていうことで、私もね、この店食べに行ったことあるんですけど、トマトすき焼き。これミシュラン取ってるお店があるんですよ。これね、本当にトマトと玉ねぎと牛肉だけなんだけど、めちゃくちゃ美味しかった。トマトはもうめっちゃ大きいくし切りなんですよ。で、それをこう炒めて煮ていくみたいな感じでね、食べるっていう酸味と旨味ってすごいさっぱりしてるのを覚えてるので、これいいなって思います。他にも長芋とか大根とかじゃがいもを入れても、すき焼きは美味しいそうです。いや、いいですね、こういうのね。なんかぜひ皆さんのお家、ご当地のすき焼きとか、うちはこれ入れるよとかね。私最近餅入れるのも好きなので、皆さんのお家で好きなものあったらぜひ教えてください。さあ、ここからは中村しおり、今日はゲストがいませんので、花粉症についてお話ししていきたいと思います。多分ね、同じことで悩んでる人多いんじゃないでしょうか。なんとこの2023年は花粉症の人が急増しているということで、ほんと私もね、会う人みんなずるずるしているんですけど、私もなんと今年めちゃくちゃひどくて、今もね、ずっとずるずるしてますが、花粉症ってそもそもどんな病気なのかっていうのをお伝えしていきたいと思います。花粉症っていうのは、杉やヒノキなどの植物の花粉が原因となって、くしゃみや鼻水などのアレルギー症状を起こす病気なんです。季節性アレルギー性鼻炎とも呼ばれているもの。で、アレルギー性鼻炎は原因物質の種類によって2つに分類されています。これね、今日本人の、これ何年前のデータだろう。約ね、40% がスギ花粉症って言われてるそうなんですね。日本人の約 40% がスギ花粉症だったら、それ会う人みんなズルズルしますよね。だってスギなんかいっぱい飛んでますしね。そしてね、原因となる花粉の飛ぶ季節にだけ症状があるっていうので、今日本では約60種類の植物が花粉症を引き起こすと報告されているんだそうです。ディレクターも花粉症持ってますか？持ってる。あら、みんなやっぱ持ってるんですね。私ね、花粉症になったのは東京に出てきてからで、この3、4年前ぐらいからなんですよね。で、最初ね、花粉症の診断に、花粉症じゃなくて目が痛くて、眼科に行ったんですね。そしたら、その眼科で最初ドライアイだって言われて、ドライアイの目薬をもらったんです。で、その時に、まあ、2ヶ月ぐらいそれを使い切るまでね、その目薬ずっと使ってたんだけど、一向に良くならなくて、ずっと目が腫れっぱなし。だから、化粧もできなくなって、4年ぐらい前かな、化粧しなくなったんですね。で、そっからアイシャドウとかアイライナーとか全部やめて、目が腫れちゃうから。で、ほぼすっぴんっていう状況になりました。で、2ヶ月ぐらい経っても全然治らないから、ちょっと怪しいなと思って、違う眼科に行って調べてもらったら、いや、これね、花粉症だよって多分って言われて、で、そのドライアイっていう診断が間違ってて、全然ドライアイじゃないのにドライアイの薬を使い続けてたっていうね、すごいね、びっくりすることがあったんですね。なので、セカンドオピニオンってやっぱ大事だなっていうのはその時に思ったのと、やっぱりなんかいつもと違う症状だなって思ったら、ちゃんとこう病院に行って診断することっていうのが大事だなって思いました。で、今ね、私前その時にやってもらった時に、アレルギー検査やったら豚草アレルギーだったんですね。って言われたんだけど、ここ最近、豚草じゃなくても、なんか鼻水出たりとか、鼻声になったりするから、先日48種類のアレルギー検査をしてきました。なんとね、この放送の時にはきっと分かってると思うんですが、まだ発表されていないので、ぜひね、ブログに書くかもしれないので、お楽しみにしていてください。さあ、そしてこの主なアレルゲンっていうのがどういうものかっていうと、さっきね、日本では約60種類の植物が花粉症を引き起こすって報告されていると伝えたんですが、スギやヒノキ、まあ、これ結構有名ですよね。ブタクサとか白樺とかね。他にもカモガヤとか大泡ガエリとか、いろんなアレルゲンがあります。どういう症状かっていうと、鼻の三大症状、くしゃみ、鼻水、鼻詰まり。まあ、それだけじゃなくて、目の症状、かゆみがあったり、涙が出たり、充血したりとか。で、こういう場合が多くて、その他に喉のかゆみ、皮膚のかゆみ、下痢や熱っぽい感じとか症状が現れることがあります。いや、ひどい人って結構そんななっちゃうね。なんかそんな、まだ私は皮膚のかゆみとか、下痢とか熱っぽい感じとかはまだなかったけれども、もしかしたらね、なんか今ってまだまだなんかコロナかなとかね、疑われる中で、もしかしたら花粉症のひどいやつかもしれないのでね、ぜひ皆さんもね、チェックしてみるといいかもしれないです。で、さらに白樺やハンノキ、イネ科花粉症などの人がある果物や野菜を食べると口の中が痒くなったりして腫れたりするっていう口腔アレルギー症候群っていう症状もあるんですって。なのでね、皆さん何が原因かわからないからね、アレルギー検査って一回やった方がいいと思います。で、アレルゲンっていうのは一年中あるので、症状もね、結構一年中あることが多い。通年性アレルギー性鼻炎っていうのがあるそうなんですが、ダニとかね、よくハウスダストとか言いますよね。家の中の塵とか、あと昆虫とかペットの毛とかね、フケとか、そういった主なアレルゲンとかは通年性って言われています。そういうふうにそこでアレルギー発揮しちゃうと、よく猫アレルギーとかね、犬アレルギーの方とかいると思うんですけど、そうなると喘息が出たり、アトピー性皮膚炎などを合併することがあるっていうことで、結構ね、アレルギーって皆さんね、意外と知らない中で持ってることも多いので、私ね、知り合いの方で、馬アレルギーのお子さんがいて、で、馬アレルギーってずっとわかんなかったそうなんですけど、お母さんとお父さんがね、そういう、まあ、動物関係の、馬関係のお仕事されていて、で、昔からわかんなかったけど、帰ってきた時お洋服とかについてたそういうので、馬アレルギーになってたみたいだったんですね。だからね、やっぱどこからね、アレルギーってなるかわからないので、で、皆さん自分のアレルギー知っておくといいかもしれません。で、最近一年中ね、くしゃみとか鼻水、鼻詰まりや目のかゆみでね、なんか異物感があって悩まされている人っていうのも少なくないと思うんですけれども、そもそもこの花粉症のルーツっていうのが、花粉が原因となるアレルギーっていうのが花粉症なんですが、欧米とかでは今なお、なんかね、枯れた草の熱っていうね、なんかそういう草のね、ことでなるっていう風に呼ぶことが多いそうなんですね。牧草とかでね、そういうのが接触した時に発病したって考えられているから、こういう風に枯れ草のね、熱っていう風に名付けられているって言われているそうです。で、なんかね、そうやって見てみると、なるほどって思いますよね。そして花粉症のメカニズムとしては、花粉症はスギやキノキなどの花粉が原因となるアレルギー性の病気なんですが、例えば花粉が目から鼻から入ってきた時に、このリンパ球っていうのが花粉を侵入者って認識するんですね。そしたら、それが細胞につっていったくっついていって、で、またそこにね、花粉が侵入してきた時に化学物質が分泌されて、くしゃみや鼻水、鼻詰まり、目のかゆみ、そうしたものにつながっていくということなんです。皆さんの症状どうですか？なんか結構くしゃみが出るとか、鼻水が止まらないとかね、なんか滝のように出るとかね。私はもうね、花粉症こんなにひどいかなと思ったんですけど、もう滝のように鼻水が出るので、水分がもうなくなるんじゃないかって思ってます。はい。まあ、同じ悩みの方にね、今日はね、花粉症についてお話ししていきたいと思います。まずここで一曲。私が選んだ曲を聴いていただきたいと思います。ビーグルクルーで、栄光の未来へ。さあ、今日は皆さんに花粉症についてお話ししています。花粉症ね、さっきね、花粉症の原因とかね、どういう種類があるよってお伝えしてきたんですが、花粉症ってどうしてこんなに増加しているのか。ね、最初にお伝えしたように、国民の約 40% 近くがスギ花粉っていうことで、まあ、ヒノキとかね、今どんどん増えていると思うんですが、もっと今増えてんじゃないかな。今年は特にね、花粉量が多いって言ってたので、なんか会う人みんなズルズルしてるイメージがあるんですが、花粉症って今国民病と言われているほど多いそうで、で、実は日本では戦後に初めて報告された新しい病気なんですね。なので、1960年代からわずか40年間で、この花粉症、特にスギ花粉症が激増したというふうに言われています。なんで、こんなに増加しているかっていうと、理由その1としては、スギ花粉の増加。戦後にたくさん植えられたスギがどんどん伐採されずに残っちゃって、で、開花適齢期を迎えている。で、さらに地球温暖化の影響も受け、春のスギ花粉飛散量が増えているということです。なるほどね、いっぱい植えたんだけど、それがもう植えっぱなしになっちゃってるから、ね、どん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 開花適齢期を迎えて、もう春になったら飛んでくるってことか。なるほどね。そして理由その2、排気ガスや大気汚染。排気ガスなどで汚染された大気中の多くの微粒子が抗体を生みやすくしているので、花粉症の発症を促進しています。はあ、なるほど。そっか、こういうふうになんか大気汚染とかで排気ガスとか汚染された、いっぱいこの小さいもう微粒子みたいなやつが、どん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 花粉症の発生を促してるんだね。知らなかった。なんかね、道路の増加、道路も工事してあったりとか、道路増加してる中で、一度地面に落ちた花粉がまた舞い散って、また私たちのところに飛んでくるんですって。そんなことあるんですね。そうなの？もう道路の工事、ちょっとおとなしくやってほしいね、じゃあ。また舞い散るんだ。で、理由その3。食環境の変化や不規則な生活リズム。これはね、よくわかりますよ。高タンパクや高脂肪の食生活を続けていたり、不規則な生活リズムやストレスの多い生活などもアレルギーを起こしやすくしています。多分ね、これは、高タンパクや高脂肪の食生活って書いてるけど、まあ、不規則な生活リズムやストレスの多い生活で、多分免疫力が下がったりとか、そういうね、自分のリズムっていうね、体内リズムとかがうまくね、できてないんだと思うんですね。そしたら確かに、普段反応しないアレルギーとかも、免疫落ちてるとね、触れるとね、起きやすくなっちゃうから、それはわかる気がしますね。そしてね、理由その4、住宅環境の変化。住宅やオフィスの近代化に伴って通気性の通気性の少ないダニ、カビの床を作ってアレルギーを起こしやすくしている。ああ、なんか、そっか、オフィスが増えていくと通気性の少ないビルとか、そういった中でダニとかカビの床を作ってるんだ。はあ。でもね、ハウスダストってなったことあります？ない。なんかね、ハウスダストはすぐ私もわかるんですけど、例えばホテルとか、旅館とか泊まりに行った時に、ハウスダスト苦手な人ってもうくしゃみが止まんなくなったりとか、やっぱそういう空気清浄機ついてない部屋とかね、きついって言ったりね、する方いるので、確かに住宅環境の変化っていうのはあるかもしれないですけどね。あと、まあ、花粉症シーズンは症状が辛いけども、忙しくてなかなか病院には行けないというね、人も多いと思います。でもね、辛い症状ってほんと集中力を低下するとか、日常生活にね、いろんなね、影響を及ぼすので、ぜひね、一回行ってみてください。だってね、治療を受ける前の、ほとんどの人って勉強も仕事も家事も支障を感じてるって言うけど、気分が晴れないとかね、言うけど、やっぱ受けた後って全然体質変わると思うので、ね、自分で予防できることはね、自分の体なのでやってもらったらいいのかなって思います。で、花粉カレンダーとしては、皆さんが住んでる地域ってね、また地域差があると思うんですけれども、杉花粉の方ってね、杉ってね、北海道とか沖縄にはほとんど存在しないんですよ。なので、北海道とか沖縄の方、花粉症の方は、多分、杉花粉ではなくて、白樺葉の花粉症とかね、なんかそういう風に、まあ、時期とね、症状とね、変わってきますけれども、そう、面白いですよね。そういういろんな各地域によって全然違ったりします。そう、私ね、鹿児島にいるときは、花粉症じゃなかったんですよね。だからやっぱ東京に来てから花粉症が発症したので、今ね、見てると、九州ってイネ科とかね、ブタクサとか、ヨモギ属とか、カナムグラとか、こういったのがね、九州でやっぱないんですよね、あんまり。だからやっぱね、東京に来て、このヒノキとか、杉とか、こういうのがね、出てきたのかなっていうふうに思います。自分のアレルギー、何アレルギーか知ってますか皆さん。知らないですよね。これね、ほんと一回ね、調べておくといいですよ。なんでかっていうと、私ね、食育やっぱやってると、生産者のところとかよく行くんですよね。畑とかね。で、行くときに、やっぱり知らなかったら、稲農家さん、稲農家って米作ってるところとかね、行った時に、まさかのね、そのまま花粉症になっちゃったりとか、いろいろあるのでね、皆さん自分の症状を知っておくっていうのも一番いいのかなと思います。そしてね、実は日本には杉以外にも多くの樹木の花粉症が知られている。さっきね、60種類あるって言いましたが、本当にこの杉とかね、杉の木がないのに目がかゆいとかね。まあそういう時には、さっき北海道の方とかも言いましたけど、多分違うもの。例えば杉とヒノキの花粉っていうのは飛散時期がほぼ一緒で、結構ね、ヒノキの方が少し遅れて飛び始めるって言われてるんですが、まあ、杉じゃなければヒノキかもしれないし。で、カバノキ科のね、白樺とかね、こういうね、杉、北海道では杉ヒノキの花粉症ほとんどないけど、こういう白樺花粉症っていうのが他のところでどんどん増えているとかね。飛散時期が4月中旬から6月中旬なので今にぴったりですよね。今なんかね、かゆいかゆいとかなる人はね、こういうのがあるかもしれないです。でね、この目のかゆみとか鼻水くしゃみがある方は、口腔アレルギーの症状も起こすことがあるので注意してください。リンゴとかキウイなどの果物を食べると口の中がかゆくなったりね、腫れたりすることもあるそうです。で、こういう、口腔アレルギー症候群っていうのが、ヒノキや白樺などカバノキ科の花粉症の人が果物を食べた時に口の中が痒くなったり腫れたりといったアレルギー症状が起こることがあるものです。原因としては果物のタンパク質とカバノキ科の花粉のタンパク質が似ているので、花粉に反応する人はこれらの果物にも反応してしまうことがあるっていうことです。生で食べた時だけ症状が起こったり、ジュースとか調理した果物では起こりにくいって言われているんですが、個人差があるので油断禁物。こういうね、リンゴ、桃、サクランボ、カキ、キウイとか、こうしたものがね、結構花粉に反応する人はこの食べ物にも反応しやすいというふうに言われているそうです。でもね、リンゴとか普段から普通に食べるしね、桃も好きだし、サクランボも好きだし、柿も好きだし、キウイも好きだから、食べたい。食べさせて。あとは、もうね、実は私ね、オリーブもね、育てたりしてるんですけど、オリーブもね、花粉症があるそうなんですね。オリーブ花粉症。これ、春から初夏頃に鼻アレルギー症状を示す患者の約4分の1がオリーブ花粉症。もう実は、ほとんどのね、花粉、なんかこう、植えてるもの、ほとんど花粉があるんじゃないかって思うぐらいとしてね、あるんじゃないでしょうか、花粉ってね。他にも、職業病としては、イチゴやリンゴ、バラ、梅、こうしたものに、やっぱね、花粉症が報告される人もいるそうなんですね。これは、花粉は遠くまで飛ばないんだけど、お仕事してる中で、このイチゴやリンゴ、バラや梅のね、こうしたものの花粉を吸っちゃう人とかは、結構ね、花粉症になる可能性が高いんですって。これ、職業病って言ってるんですって。いろいろあるんですね。そう。で、イネ科の植物とかね、キク科の植物とか、とにかくいろんな種類がある中で、世界でも杉やブタクサ、イネ科植物による花粉症は世界三大花粉症と言われているので、アメリカではブタクサによる花粉症が、ヨーロッパではイネ科の植物の花粉症が多く見られるということです。じゃあさ、一回、ブタクサの花粉症になったら、アメリカ行ってもなるんだね。ずっとね、ブタクサで。なるほど。で、イネ科の植物の花粉症になっちゃうと、ヨーロッパ行ってもイネ科で花粉症になっちゃうんだね。そういうことか。いや、なんかね、いろいろ私もね、伝えながらね、改めて、へえと思ったんですが、まあ、この後ね、また皆さんに、どういった食べ物がいいのかとかね、お伝えしていきたいと思います。さあ、今回は花粉症についてお伝えしています。ここからファインさんっていうね、お役立ち情報サイトをね、元にね、ちょっとお話伝えていきたいんですけれども、この辛い花粉症シーズン、やっぱね、食べ物や飲み物で花粉症自体を治すっていうことは難しいんですが、食生活を見直して体質の改善を図ると、症状がね、少し和らぐんだよっていうね、そういう期待ができるものがあります。なのでね、こういったものをお伝えしていきたいと思います。まず、再度ね、お伝えしますが、花粉症っていうのは体内に入った花粉に対する免疫反応によって、鼻水とかくしゃみ、目のかゆみとかアレルギー症状が引き起こされることを言うんですが、本来は人体に無害な花粉が体に異常をもたらすっていうのは、免疫機能が大きく関わっているっていうことなんですね。なので、規則正しい生活習慣で免疫システムを整えることで、花粉症にもね、効果があるんじゃないかっていうふうに言われています。そしてね、なんとここで重要なのが、腸です。そう、腸内環境の腸。前ね、以前、腸のね、すごいテンションの高い小沢香織さんって、調律師のね、いらっしゃいましたが、まあ、ここでまたね、出てきてほしかったですね。腸って言ってね、テンションの高い小沢さんがおっしゃってましたが、この免疫システムの 60% が腸に存在すると言われていて、腸内環境を整えて免疫システムを正常にすると、花粉症対策になると期待されているということなんです。で、食事療法は薬のような即効性っていうのはありません。ただ、毎日の食事習慣として取り入れて、時間をかけて腸内環境を整えていけば、まあ、少しはね、和らぐんじゃないかって言われてます。ということで、個人差はもちろんあるんだけど、食べ物や飲み物で、ちょっとでもね、なんか、マスクしたりとかね、室内に花粉を持ち込まないようにとかね、日々できることはいっぱいあるんですが、まず、どういう食べ物や飲み物が花粉症対策になるのかをまず紹介していきます。例えば、食べ物。ヨーグルト。これおすすめだそうです。乳酸菌が多く含まれているヨーグルトは、腸内環境を整えてくれる働きがあります。きな粉や蜂蜜、バナナなど、乳酸菌の餌となるオリゴ糖が含まれた食材と一緒に摂ると、乳酸菌を増殖させて、より効果が期待できます。少量でも毎日摂ることが大事です。花粉症シーズンが始まる3ヶ月ぐらい前から食事にね、ちょこちょこ取り入れて腸内環境を整えておきましょう。私ね、ヨーグルト大好きだから、毎日食べても苦じゃないんですけど、ヨーグルト苦手な人もいますよね、たまにね。なんかお腹壊しやすいとかね。でもそういう人には、なんかいろいろね、今濃縮ヨーグルトとかね、ギリシャヨーグルトとかね、いろんなヨーグルトあるので、自分にぴったりなね、ヨーグルト食べてもらえるといいかなと思います。他にも、食物繊維が豊富な食材。言えてた？私。食物繊維が豊富な食材。キノコ類とかね、ごぼうとか海藻とか、食物繊維が豊富な食材も腸内環境を整える働きがあります。まあ、普通にね、皆さんの健康にとっていいと言われているものが改めて、まあ、花粉症にもいいよ。まあ、花粉症というか、腸内環境にいいよっていうことなんですが、まあ、こういう食物繊維が豊富なレンコンとかもね、アレルギーをこういう、ちょっとね、抑えるよって言われているポリフェノールの一種、タンニンも含まれているので、意識して摂るのもいいかと思います。きんぴらとかね、レンコンのきんぴらとかいいかもしれないですね。食べやすいですしね。他にも青魚、花粉症の様々な症状を引き起こすアレルギー誘発物質、ヒスタミンの働きを抑える DHA。これ EPA とかね、よくね、魚に乗ってますよね。この青魚の油っていうのにはたくさん含まれていて、もう皆さんにね、とってね、アレルギー、こうね、働きをね、アレルギーが発症するのを抑えてくれる効果があるので、まあ、肉派の人も、私のこと肉派の人も、サバやイワシ、サンマなどの青魚を摂るようにぜひしてみてください。私ね、肉が大好きなんですけど、最近、サバ缶とか食べるようにしてるんですよ。こう見えて。でね、最近思ったのが、サバのパエリアがすごいハマってて、もう炊飯器でサバ缶と一緒に全部炊いちゃうんだけど、そこにちょっと作っておいたナムルとか乗せて食べるとすっごく美味しいので、ぜひね、皆さんもね、サバとかイワシとかサンマ、まあ、缶詰でもいいのでね、普段からね、食事に取り入れてみるといいんじゃないでしょうか。まあね、こういうの青魚知っておくとね、いいですよね。他にもチョコレート。花粉症対策には少し意外なチョコレートなんですが、免疫機能に作用してアレルギー症状を抑える働きが期待できる、カカオポリフェノールが豊富に含まれている食品なんです。これ、そうなんだ。同じくココアにもカカオポリフェノールが含まれています。だから、まあ、カカオポリフェノールっていうのが入ってるといいってことなんですね。ぜひね、皆さんね、カカオポリフェノール、まずね、ちょっと裏をちゃんと見て、カカオポリフェノールっていうのが入ってるかどうかを見てから買った方がいいと思いますね。はい。これもいいそうです。他にも飲み物としては、緑茶。緑茶はなんか良さそうな気がする、確かに。アレルギー誘発物質であるヒスタミンの働きを抑えると考えられているカテキンが緑茶には含まれています。カテキンが入ってるんだったら結構何でもいいのかな、じゃあ。紅風紀の品種に多く含まれるカテキン。あと、花粉症予防に効果が期待されていると言われている。紅茶ではなく緑茶の方がこう和らげる効果っていうのは高いそうなんですね。なので皆さん緑茶を飲みましょう。そして天茶っていうね、天茶もこれ同じようにこの天茶ポリフェノールっていうのが含まれているので、すごくね抑えるっていうのがねできるそうなんです。へえ、天茶って飲んだことあります？なかなかねないですよね。なのでね、まあ、緑茶が手軽かなっていうのと、あともう一つルイボスティー私大好きで今毎日飲んでるんですが、これも抗酸化作用があってアレルギーの改善が期待できるって言われているものだそうです。ルイボスティーはカフェインが含まれていないので、寝る前にも取りやすい飲み物。そう、私ね、今、ルイボスティーは毎日朝入れて、朝飲んで、で、ポットに入れて、ポットっていうの？水筒みたいなやつ。あれに毎日ね、持って行ってるんですけど、本当にルイボスティーって美味しいし、飲みやすいし、寝る前でもね、飲みやすいのすごくおすすめです。あとはね、乳酸菌飲料もいいそうです。食べ物の項目のヨーグルトと同じように乳酸菌飲料には腸内環境を整える働きがあるのは知られてますが、実は免疫機能にも関係しています。なので花粉症シーズンが始まる前から毎日飲むといいとされている。ただ、糖分の取りすぎは腸内環境を悪化させる恐れがあるので、無糖のヨーグルトドリンクとかね、甘さ控えめのものとか、そういったものを選んでみてください。あと最後、意外とコーヒー。コーヒーにはポリフェノールたくさん含まれているので、中でも、クロロゲン酸っていうね、成分が花粉症に効果があると言われていて、カフェインもアレルギーをね、抑えるってさっきね、お伝えしたので、実は、花粉症のね、誘発を抑えるんですが、飲みすぎると、あんまりいい睡眠が取れなくなったりとか、ね、体の中でね、飲みすぎちゃうとね、免疫機能にもちょっと影響が出るかもしれないので、まあ、ほどほどに、何でもほどほどですね。ほどほどにしてみてください。で、コーヒーに入れるミルクっていうのは、トランス脂肪酸によってアレルギー症状を悪化させる可能性があるので、まあ、花粉症にあんまり良くないとされてるんですね。なので、皆さんにはコーヒーを飲むときはブラックで飲むとか、ちょっと薄めて飲むとかね、してもらえるといいんじゃないでしょうか。まあ、この後まだまだね、ちょっと今回は花粉症にいい食べ物や飲み物についてお伝えしていきたいと思います。それではここでもう一曲、今回私が選んだ曲をかけさせていただきます。ビーグルクルーでマイヒーロー。お聴きいただいた曲はビーグルクルーでマイヒーローでした。もうね、私ね、このビーグルクルーさんの曲が大好きで、もうこのビーグルクルーさんって、野球のね、中田翔選手の入場曲を歌っていたりとか、相撲界では白鵬さんのね、曲を歌っていたりとか、結構アーティスト、スポーツのアーティストみたいなアスリートの方とかに送るエールソングを書いてる方なんですけど、本当に夢や目標があって突き進むみたいなね、方にはぴったりな曲になってるんですよ。なんか甲子園のね、若者たちとかみんなね、このビーグルクルーの曲聴いて涙したりしてるんですけど、私もね、最初にお聴きいただいた栄光の未来へっていう曲を毎朝聴くようにしていて、やっぱ仕事行きたくない日だったりとか、辛いことあった日とかも、その曲を聴いて奮い立たせて、そう、私には叶えたい夢があると思いながらね、言ってるので、ぜひ本当アスリートの方はもちろんですけど、夢がある方とかにはこのビーグルクルーさんの曲聴いてもらえたら嬉しいなって思います。さあ、そして今日は花粉症についてお伝えしていますが、先ほどはね、花粉症対策に、取ったらいいよっていうね、おすすめの食べ物や飲み物をご紹介してきました。今度は、花粉症の時には控えたい食べ物、飲み物、こうしたものをお伝えしていこうと思います。まず、花粉症の時にはあまり取らない方がいい食べ物や飲み物、その理由と一緒にそれを紹介していくんですが、どんなものがあるかというと、高脂質なもの。これは、腸内環境をね、良くした方がいいよっていうふうにお伝えしたんですが、腸内環境を悪化させる悪玉菌を増やす高脂質な食べ物、油が多いものですね、は控えた方がいいっていうふうに言われています。バラ肉とか霜降り肉とか揚げ物とかね、そうした全般を結構脂肪分が多いものを取りすぎてしまうと、消化しきれない脂肪分が悪玉菌を増やしてしまうって考えられているので、で、その増えた悪玉菌によって腸内環境が崩れて、免疫機能が低下すると言われています。だからね、もうジャンクフードとか、マーガリンとか、スナック菓子とかね、こういうトランス脂肪酸って言われるね、高脂質の食品が多く含まれているものは注意が必要かなって思います。もう私はですね、ポテト中村って呼ばれるぐらい、もう本当にポテトが大好きで、芋分にね、入ってるんですけど、1日1位も食べてるんですね。で、その中でもポテト率がとても多いので、やっぱね、もうお話聞いててわかると思うんですけど、今花粉症で鼻水ズルズルなので、ちょっとね、芋もね、ふかした芋とかね、焼いた芋とかに変えていこうかなと思います。揚げた芋じゃなくてね、思います。皆さんもね、高脂質なもの、ぜひ気をつけてみてください。他には、意外なんですけど、メロンやスイカも実は控えた方がいいと言われています。まあ、これはイネ科のブタクサが原因の花粉症の人なんですが、メロンやスイカを食べると口の中にかゆみが出たりとか、唇が腫れたりするアレルギー症状が出ることがあると言われています。これはイネ科のアレルゲンの構造とウリ科のメロンやスイカの構造が似ていることによって起こると言われているので、もうね、重い人、がね、全身に症状が現れるケースもあるそうなので、病院で調べて避けた方がいい食べ物は先に知っておいてください。私ね、ブタクサの花粉症なんですよ。なので、これを知るまでは、メロンもね、もらったらパクパクって食べるし、スイカも出てきたらパクパクって食べるんですけど、やっぱりね、似てる子の性質っていうことで、今はなるべく見かけてもね、まあ、時期じゃないっていうのもありますけれども、控えて、ね、自分に体に合ったもの、食べるとか控えるとかね、やっていただくといいんじゃないかなって思います。そしてもう一つ、トマト。これもね、控えた方がいい方に入ってるんですね。体にいいって言われることも多いトマトなんですが、スギ花粉に含まれるアレルゲンと似た構造のタンパク質が含まれているので、スギ花粉症の人がトマトを食べると、口の中のかゆみや喉のイガイガとか、アレルギー症状が出ることがあると言われています。スギ花粉症の人の多くは問題なく食べることができるんだけれども、もしもなんかちょっとトマト食べた後にね、イガイガしたなとかなんかかゆいなって思った人は、まあ、専門のね、お医者さんに相談してから食べるようにしてみてください。いや、ほんとね、これ、スギ花粉って、まあ私もね、もしかしたらスギ花粉なのかなって思うんですけど、今日最初にね、すき焼きの話もしつつ、トマトすき焼き美味しいよとか言っといてなんですが、皆さん体にね、それぞれ合った、食材とかね、食べ方、飲み方、いろんなものがあるので、早速私もね、今日からこの緑茶をね、もうちょっと飲もうかなっていうのと、ルイボスティー、さらにね、ちょこちょこ私いろいろ他のものも飲むんですけど、ハーブティーとか。じゃなくて、この緑茶とね、ルイボスティーを中心に飲もうかなって思っています。皆さんのおすすめの花粉対策って何かあったら、ぜひ教えてみてください。まあ、こういうね、アルコール、これもですね、あんまり良くないって言われてるんですが、アルコールも体内で分解されるときに作られるアセトアルデヒドっていう物質があるんですが、これもアレルギーを引き起こすヒスタミンの放出を促すと言われているので、で、またね、アルコールは血流を乱れさせるとか、鼻詰まりや充血とかの症状を悪化させるって言われているので、花粉症の症状をより辛くさせてしまうことも考えられます。花粉症シーズンの飲酒はできる限り控えましょうってね、言ってますが、花粉症のシーズンってお花見のシーズンなので、アルコール飲まないとか無理ですよね、皆さん。だってもう外歩いてたらみんな飲んでますもん。ね、特にね、花粉症といえど、花見をやめる人少ないじゃないですか。なのでね、やっぱちょっと外でね、そろそろコロナもちょっと緩くなってきたので、今年からお花見ね、再開しようかなっていう方も多いと思うので、自分が花粉症って思っている方は、少し控えつつね、楽しく、過ごしていただきたいなと思います。アルコールね、ガブガブ飲んじゃって、花粉症まで悪化しちゃったら体調悪くなっちゃうのでね、なるべく自分のね、ルイボスティー乾杯したりとかね、乳酸菌飲料持ってったりして、ね、自分の体に合ったものにしてください。さあ、そしてね、花粉症にいいとされている食材っていうのは、身近なものが意外と多いです。なので、今日ね、お伝えしたものもすごく身近なものが多かったと思うんですけれども、ヨーグルトとかね、食物繊維が豊富な食材とか、青魚とかね、チョコレートとか、本当に身近なものが多いですよね。なので、お弁当とかにもお魚だったりとか、で、そういうもの入れやすかったりするので、献立とかおやつにね、組み込んで、皆さん日々ね、取っていただけるといいかなと思います。こうしたものは即効性っていうのはないので、自分に合った取り入れ方を見つけてコツコツと続けることが大事です。やっぱ腸内環境を整えるっていうことは花粉症対策に限らず体にすごくいいことなので、ぜひね、花粉症シーズンが終わった後も続けていただきたいなって思います。まあ、皆さんにとってね、少しでも今日はね、お役に立てたでしょうか？まあ、私自身が花粉症にね、めちゃくちゃ悩んでいるので、同じ気持ちの方がいたらね、役立てていただきたいなと思ったんですが、皆さんの花粉症対策、そしてね、こういうことやってみたけどよかったよとかね、こういうの今やってるよってあったら、ぜひ番組宛てにお手紙ください。さあ、あっという間にお別れの時間になってしまいました。いや、ほんとね、今日花粉症の話してたら、あっという間で、もう皆さん世の中のほとんどの方が悩んでるんじゃないかと思うんですけれども、ぜひね、皆さんの日常にちょっと役立ったらいいかなって思います。そしてね、私からのお知らせなんですが、今日明日はね、品川区の春の運河祭りっていうものにレスキューキッチンカーが出店しています。レスキューキッチンカー、今回は防災のね、レスキューカレーを販売しています。他にも、防災ワークショップとか、オリジナル防災バッグ作りとかね、いろいろやってるので、ぜひ明日もね、遊びに来てください。そして今回、もう4月からはどんどんイベントが増えていきますので、ハッシュタグ、レスキューキッチンカーって書いて、ぜひ皆さんイベントチェックしてみてください。毎回ですね、いろんな学生のボランティアの方々も来てくださって、ね、このラジオを聞いてるとか言ってくださって、すごく嬉しいなって思っています。ゴールデンウィークとかもね、ありますし、自分で遊びに来るのもよし、そしてボランティアで参加するのもよし、ぜひレスキューキッチンカーに会いに来てください。さあ、そしてここからは私からのもう一つのお知らせです。中村しおりが代表を務める日本食育 HED カレッジでは、食育と防災が同時に学べる日本初の資格、食育防災アドバイザー認定講座を開催しています。実践カリキュラムで美味しいランチ付き、学んだその日からすぐに役立つ内容となっていますので、自分自身、家族、大切な方への備えを学んで、2日間で資格取得してみませんか？詳細はインターネットで食育防災アドバイザーと検索していただけると、東京会場、鹿児島会場の開催日程がご覧いただけます。災害はいつ起こるかわかりません。ぜひ食育と防災を学んで備えを心がけていきましょう。今ですね、この食育防災アドバイザー認定講座、開講して1年過ぎましたけれども、もうすぐ50名近くになっていきます。もうね、高校生の方や大学生の方、そして主婦の方、あと福祉関係や、幼稚園関係とかですね、お子さんに関連する職業の方、もうね、歌手とかアスリートとか、もう本当にね、議員さんとか、いろんな方がね、受けに来てくださっています。本当に食育も防災も人事ではなくて、もう自分事として考えていかないといけない。誰にとっても必要なことになっていますので、ぜひ皆さんですね、2日間で自助力が上がりますので、ぜひ受けに来てみてください。検索は食育防災アドバイザーと検索してくださいね。さあ、そしてこの番組では皆様からのリクエストやメッセージをお待ちしております。メールアドレスは info@892fm.com 小文字で info@892fm.com ファックス番号は千葉 043-441-5592 043-441-5592 です。中村しおりの食育防災ラジオまで皆様からのメッセージをお待ちしております。皆さんからブログにね、コメントとかいただいたり、メッセージいただくのすっごく嬉しいんですけれども、この番組宛てに送っていただけますと、この番組内でご紹介したり、皆さんのね、声を直接届けることができますので、ぜひこちらの番組宛てにもメッセージください。動画もね、配信されてますので、そちらの感想でも構いません。それではまた来週お会いしましょう。このお時間は食育プロデューサー中村しおりがお送りしました。